今回は1月25日の調整で武力上昇値が上がったノーマル大高値地下を紹介するよ。発動時の具体差プラス3からプラス4によってさらに硬くなったね。対応する以上ほぼエースになりし、ダメージ源として強くなったのも良い感じ。波乗りだ。何の悔いもありません。まだ生きてくるの、いっそ見つけないでほしかった。俺を超えるか。大場が徐々に兵力回復を生かして戦う計略やから、エース格が乱戦主体になりし、わらデッキやけどアクション流派1の火砲が一切気にならんのも環境的追い風やね。まだ生きてくる。小賢しい。ふぅ、助けてくれ。祈りだ。どうぞ流派発動。一の方、まだ俺は動ける者はついてきたまえ。死んでくれ。バレた。行け。どこんじゃ。剣族どもよ、立ち上がれ。ねっはっはっは。大波に乗るぞ。行け。それどうぞ。行け。じゃあ僕の代わりに戦ってください。僕は帰ります。流派発動。二の肩。ねっはっはっは。まだ俺は。ねっはっはっは。強いな、あれ。ねっはっはっは。波乗りだ。月はあっちにあんのかよ。俺を超えるか。どうぞ。よりや者ども、何の悔いもありません。戦機気が乗らないですね。それ何のこれ式。長い来てくる。行け。大波に乗るぞ。剣族どもよ、立ち上がれ。じゃあ僕の代わりに戦ってください。僕は帰ります。波乗りだ。ねっはっはっは。まだ生きてくるわ。ねっはっはっは。波乗りだ。月はあっちにあんのかよ。波乗りだ。
誇るわ。流派発動。三の型。強いな。あの気が乗らないですね。どうぞ。なんのこれしき大波に乗るぞ。相手部隊が城に帰った後の上昇値がよりすごくなったね。ちなみに追加効果が2部隊差からなのは変わらずで、部隊差に関わらず回復量は固定やよ。大波に乗るぞ。ごめんなさい。よりや者ども、今回は2試合で、2試合目は投稿者の地声注意になるよ。解説に需要があれば一動画2試合をボイロと解説の半々でやるのも考えとるけど、どうやろうか正直な意見を聞きたいな。というわけで、ここから後付け解説になります。って言っても、まあ大場自体は何回か動画にしてるし、この計略の修正点も動画の冒頭でテキスト入れたんで、まあ、語っていくのってもう本当に試合中に何考えてるかとか、この計略どういう風に使うんが強いのかなみたいな、そういう方面になるかなと思います。で、基本的にこの大場、まあ、相手のデッキが5枚だった時に追加効果2部隊差から発動なんで発動できるようにって考えると、まあ基本的にまあ、このカードエースに据えるんだったら7枚デッキになるかなって感じですね。まあ、もうそれか悲哀に入れて8枚にするかみたいな、そんな感じですかね。で、まあ当然そういう武力の編成になるんで、開幕とかってまあ相手の素武力高いデッキだったり、復系踏む能力高いデッキだったりには結構まあこう取られがちなんですけど、なんでまあ大場側もできれば復兵2枚は欲しいかなっていう感じですね。まあ、最低限1枚、復兵なしはちょっとこの計略の内容的にも開幕大きくリード取られた後の取り返しは難しいタイプの計略なんで、復兵はまあ1枚欲しいかなってところですね。で、試合内容なんですけど、これ開幕まあ迎撃取れたりとか横弓で右側止めれてたりとかもあって、まあ、優位に進めてたんですけど、ちょっとこっちの復系が1枚浮いちゃった感じで、で相手の帰ってくところに、近藤を当てて大きくリード取りたいなって感じだったんですけど、相手はもう主力部隊2部隊だったんで、2部隊でも構わずに増援打ってきましたね。で、まあ、こっちのデッキの向上力が低いっていうのもあってか、まあ、増援打って、開幕もうこれ鎌田叩いて一気にリード取ろうっていう感じの流れですかね。で、まあ、この試合選んだ理由として、あとまあその下方修正入った鎌田、まあ、この計略が、まあ、どういう感じに変わったのかとかもまあ説明入れやすいかなと思って選びました。で、鎌田の計略内容の調整は、まあ、兵力回復量の 50% から 30% になったのと、効果時間が短縮、まあ、これによって、効果終了時に、鎌田の兵力が3割減るっていうデメリットが あるんですけど、今まではまあ回復量が減る量を上回ってたんで、デメリット言えるのこれみたいな状態だったのが、ちゃんとデメリットになったって感じですかね。で、こっちは近藤がようやく復旧当てれて、これ鎌田がもうこれで爆発する圏内に入ったんで、まあそうですね、この辺ちょっと調整点とか影響出たんじゃないかなって思いますね。頼んだぞ。で、鎌田が爆発して、ただ、松永縄文これ以上取られるわけには縄文取られるわけにはいかないんで、近藤の、待望の末路で大場を強化入れてきます。僕は帰ります。で、それに対してお相手はここ松永久秀、まあ指揮3でこっちがコスト3支払う、まあ、コスト3支払うことになりましたけど、
相手もまあコスト3支払ってるんで、まあトントンっていう感じですかね。ただ残ってる部隊がもう軒並み秒数長くなっちゃってるんで、ここ坂田にちょっと殴られるかなって感じですね。あ、そうそう、言い忘れてたんですけど、これ実はちょっと勘違いしてる人いっぱいいるなみたいなんで思ってたんですけど、そう、坂田金時ってこれ平安のカードなんで平安造園使えるんですよね。結構やっぱ銀玉のイメージの坂田銀時のイメージだったりで、江戸幕末と勘違いされがちなカードなんで、そこら辺の補足とかも一応せっかくね、こういう喋る解説入れてるんで話していこうかなと思います。でここはまあもうこっちの舞台が欠けたら、大場の計略としても本末転倒なんで、舞台7舞台きっちり揃えることを優先して、でまあ相手のこの坂田が城返ったタイミングで、大場を使っていきたいっていう感じですね。これで、7舞台対2舞台なんで武力プラス9と、これ武力上昇値上がったんでかいっすね。本当にもうこのカードって入れる以上は絶対エースになるんで、で、千代と、毛利義勝で大場が焼かれるんですけど、これまあ大場に関してはもう焼かれても兵力ミリでも残ってればもうめちゃくちゃリジェネ効果強いんですよ、この計略なんで。この残り方してる分にはもう平気で突撃しても、まあ最後まで生きてるんじゃないかなって感じですね。で5系の、マヒア凶暴を打って、関東5系大場の3人で蒲田を早めに処理して、で相手はもうこれで蒲田と松永が落ちてるんで、この間にある程度リード取れるかなって感じですね。ちょっとここ関東浅刺しに釣ってるのが痛いですけど、弓系の浅刺しなんですけど、まあ、僕は結構よくやる弓兵の浅出しの仕方として、カードを斜めに刺した時に工場ラインに入ってカードを真横に向けた際にすぐに射撃に移れるような位置っていうのを意識して、まあ弓兵浅出しするんですけど、まあ今回ちょっとこの有機位置と5系との間の位置になっちゃってたのもあって、その辺をミスっちゃって、まあこれで一発取り損ねた分が後々痛くならなければいいんですがってところですかね。ただここはもう再起もあるんで、再起まあもう強引に行って内乱取ってリード取って、まあ最後再起で締めるっていう形に持ち込む流れですかね。で内乱をちょっとでも早めたいんで、5系はこの、ラインのところの上でうろうろしてっていう感じですね。で、5系が生きてるうちに流派2が溜まったんで、ここは回復入れましょう。で士気4になった際にこっちの部隊数が4、相手の部隊数が2なんで、5系撤退前だったら、これ大場が使えるんで大場使っていきましょう。これこの兵力でもね、部隊差に関係なくリジェネ効果は一定なんで、2部隊差でもガンガン回復していきますっていう感じですね。で、相手の松永と蒲田がこっちに来てるんで再起打ってもいいんですけど、これ再起なしで守りきれるなって判断して、連戦考慮して再起隠しですね。ここなんですけど、やっぱりまあこれバージョン初日っていうのもあって平日プレイなんで、まあ連マッチもあるかなと思って、なるべく使わずに済むところは、隠していこうと思います。特にやっぱり平蜘蛛、まあ僕はよくわらデッキの時平蜘蛛使うんですけど、通常の、再起に比べて、まあ、奇襲性が高いんで、隠し通せるならその分だけ2戦目情報アド取れるかなって思って、まあ、隠せる場面では隠すようにって考えてます。隙はあっちにあんのかよ。まあここ思った以上に有機地の兵力の減りが早くて長槍戦法を打って時間稼ぐわけですが、こんな感じで、ローテで時間稼ぎ切って試合終了ですね。ここまで見ていただきありがとうございました。需要あればまたやろうと思ってます。